連合の取り組みとその思いをこの真っ赤なキャラバンカーとともに燃え尽きるまで全道で労民組合に訴えてまいります。今日東北6県の皆さんにも結集をしていただきました。生活者のために、そして働く者のために、さまざまな環境を維持向上に向けて取り組んでまいります。連合東京は連合群馬、栃木、茨城、千葉、埼玉、神奈川、山梨の皆さんとともに賃上げ、暮らし支援、明日を迎える連合緊急アクションに積極的に取り組むことを宣言いたします。2025年の大阪・関西万博に向け、さまざまなイベントや街づくりの大規模プロジェクトが進められており、内外からの注目が高まることとなります。誰一人取り残さない持続可能で魅力ある街づくりに向け、私たち労働組合の力がまさしく試されています。広島を出発して中国ブロック、そして四国ブロックへとこのキャラバン隊つなげていきます。私たちの結果が世の中を変えることができる、そういう強い思い、そして私たちが未来を変える、その強い思いを持ってこの広島から出発します。私たち連合沖縄もこの物価高、この生活に改善に取り組む向けて、多くのこの世論喚起を沖縄県から発信をしていく、その取り組みを各構成組織の皆さんとともに頑張っていきたいと思います。2月の25日に東京に集結するまでの間、運転をしていただくドライバーの皆さん、そして運行していただくスタッフの皆さん、安全に、そして多くの人に私たちの訴えが届くようによろしくお願いしたいというふうに思います。思いを一つにして団結して頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。2023春季生活闘争にかける連合の熱い思いを背負い、そしてそれぞれの地域では、地域で働き暮らす全ての仲間の切実な声をしっかりと受け止め、賃上げマックスで東京に再び戻ってきてください。そして 2.25 の緊急連合アクションパレードにつなげていきたいと思います。いってらっしゃい、気をつけて、いってらっしゃい。
皆さんこんにちは。元気ですか？もう一回元気ですか？ありがとうございます。ただいまより賃上げ実現暮らし支援明日を変える連合緊急アクション出発式を開催したいと思います。昨年12月1日より生活困窮者支援に関する政策制度の実現や賃上げの社会的機運の醸成を図る全国的な取り組みとして暮らしを守り未来を作ろうスローガンに掲げ賃上げ実現暮らし支援明日を変える連合緊急アクションを展開してまいりました。賃上げの実現に向けた機運をさらに高めるとともに2023春季生活闘争への思いをさらに強くしてまいりましょう。ここにあります6台のラッピングカー全国各地を走りまして走行距離はなんと4万キロに達しました。地球一周した計算になります。この間1月には、爆弾低気圧によって大変な大雪もございましたけれども、この運動を支えていただきました全国各地の仲間の皆さんに心から感謝を申し上げたいと思います。とりわけ雨の日も雪の日も安全運転に努めていただきました老協労連新運転のドライバーの皆様にどうか皆さん全体の拍手で感謝の意を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。労働組合があれば社会を変えることができるんだ。労働組合があれば賃金を上げることができるんだ。労働組合があれば子どもたちの未来を変えることができるんだということを全ての働く仲間に対してしっかりと伝えていく、このことが私たちに求められております。賃上げで平和を勝ち取ろう。格差是正で平和を勝ち取ろう。組合づくりで平和を勝ち取ろう。子育て支援で平和を勝ち取ろう。公平な税負で平和を勝ち取ろう。ありがとうございます。重かったです。ありがとうございます。お願いします。